今日は長谷先生、山梨大学部から再受験で東大に行き、編入試験で大阪大学医学部に行くという。編入試験で医学部に行こうと思ってますか？うちの薬学部は神経科学が結構強みだったんで、実際研究室に行って神経科学の研究とかやってみて、さらにこう臨床のところからやってみたいな。ああ、なるほど。思うようになりました。これからじゃあ大阪大学医学部に入ると思うんですけど、はい、なんかどういうことしたいとかあるんですか？確かに。医学部を、まあ、やっぱラボ入りますね。研究室。研究室、ね、編入生がよく入る部活があるらしいんですよ。山岳部らしいボルダリング興味あったのではいいかなと思って。筑波大と大阪大は悩んだりとかしなかったんですか？もう大阪大はもう行きたい研究室があったんで。ああ、もうそっかそっか。やりたいこと決まってたら、さ、研究室あればさ、そこってなりますもんね。いや、でもいいですよね、大阪大学部。だって一般受験で受かるのめちゃくちゃ難しいですよね。いや、多分一般受かんないと思います、ね。いや、これめっちゃ叩かれると思うんですけど、個人的には僕、理三より反大学の難しいと思うんですよ。なるほど。東大とあんまり問題ないの変わんないのに、まあ個人的にはですよ。ただ、合格点高いから、反大学部って。一般受験じゃいかんの難しいのに、逆にすごいですよね。だから編入で大阪大学部行くって。僕は高校の時は多分無理だなと思いました。学部受験でも僕思うんですけど、あんな感じなんで、編入試験の問題は多分めちゃくちゃ難しいんじゃないかなと思うんですよね。めちゃくちゃ難しいです。東大ってめっちゃ勉強するじゃないですか。気づいたら割と遊んでたんですけど、それでも気づいたらすごい経済の知識身についてたみたいな感じだったりとかするんで、多分東大で普通に勉強しておけば編入試験の問題そんなに難しくないって感じですかね。そうですね、忘れてたりはすると思うんですけど、まあそれは思い出さないといけないと思うんですけど、医学部か東大か悩んでる子とかだったら、東大来てしまえば結果別に編入とかそんな苦労しなくなる可能性が高いから、それもあれかなって感じですよね。まあそうですね。編入ってちなみにどれぐらい行くんですかね、東大から。いろんな学部とかいろんな大学院から、でいろんな学年の人が行くんで、全体的には分かるんですけど、私も5人6人ぐらい多分行ってるかなと思います。ちなみに山梨大行った時って1年生の平均年齢どれぐらいでした？結構再受験とかも多かったですか？多いですね、うん、僕の友達は24歳と23歳の博士出た人がいたり、二浪三浪がたくさんいました。ベースですもんね。現役の方が逆に目立つって感じですよね。そうですね。そうなるから、まあ本当に東大か医学部か悩んでる子だったら、別に東大行っちゃって合ってればいいし、ちょっとやっぱ医学部行きたいなと思ったら、まあ、再受験でもいいし、再受験じゃなくても編入で割とちゃんと東大で勉強しておけば受かるよってことですよね。そうですね。何が楽しいですか、研究で？分かんないことを知るのが楽しいです。世に出してない研究成果をちょっと喋れるのが分かるんです。さすが東大。幹細胞っていう研究やってるんですけど、うんうん、とかあとグリア細胞ってなるんですけど、うん、まあ、それを生み出す未分化性のある細胞なんです、まあ、それの研究を。グリア細胞ってどういう細胞なんですか？脳の中に半分ぐらいある細胞なんです。ニューロンって神経細胞なんですけど、まあ、そればっかりだと思うじゃないですか、うん、その隙間にいるんですよ、うん、グリア細胞の役割としては3種類あって、3種類アストロサイトとオリゴデンドロサイトとミクログリア、まあ、アストロサイトはいろいろあって、うん、まあ、実は意外と機能があるっていうことで、で結構知られてないんですよ。なんかすごい出し惜しみされてる感じがしますけど、ね、本当にもういろんな役割があるんで。例えば？例えばこう炎症が起きた時に、ニューロンの炎症がってこと？そうですそうです、ね、うんうん、まあ、怪我とか、うん、感染とかっていう時に、まあこうアストロサイトがこう別のやつになるんですよ。進化するんですよ、うんうんうん、で進化して結構悪さするみたいな。悪さしちゃう？悪さしちゃうんですよ。怪我して治すと思いきや悪さするんですか？そうなんです。で、それどうなっちゃうんですか、そしたら。新しい神経が伸びてこなくなるんで、うん、まあ、そこだけが損傷部位として終わるっていう。なんか今すごい悪い話で終わりましたね。でもこれは実は悪いやつじゃなくて、まあそれがあることによって、やられてるところが広がるのを防いでるんですよ。ああ、なるほど。なので、まあ結局どっちにも働くっていう。あ、じゃあもう広げないようにするために悪さしてるみたいな。そうです。多分悪さじゃないですよね、そしたらなんか。まあ結局いいんです。それもなんかどっちがどっちでっていうのも。あ、今研究中っていうことなんですね。まあ、こう言ってる人もいるし、こう言ってる人もいるしみたいな感じで、そこら辺に対して作用する薬とかも常に出てるんです。それともまだまだ薬を作る段階までにまだまだ遠いです。結構あれですね、脳はあれなんですよ、血液との間にバリアがあるんですよ。あー、そうだった。それを通るのが結構難しいんですよ。なんで半導先生そんなこと知ってるんですか？ギャバってあるやん。ギャバ、うん、あ、それです、それです。あれリラックス効果とか言ってるじゃないですか、うん、あれ全然嘘なんですよ。そう、あります。へー、どういう効果なんですか、ギャバって。あれ脳内で、確かにギャバはあって、それがリラックス効果を生んでるんですけど、そのさっきおっしゃってた、うん、血液のところフィルターがあって、結局胃の方でとか、まあ、腸の方で消化されて吸収されても結局脳に到達できない、だから意味ないっていう。
そう、ギャバリンチョコ意味ないって。ギャバリンチョコ意味ない。じゃあ逆にどうやってリラックスする？ギャバを増やしたいと思ったら、あれ多分グルタミン酸が作られてるんで、グルタミン酸を取れ。じゃあグルタミン酸飲めばリラックス効果が得られるかもしれない。グルタミン酸興奮性の神経って言ったら、多分逆に興奮するんじゃないかな。だから最近だと結構その抗体薬とかで狙ったやつだけをに作用するような薬とか作るんですけど、抗体がまずそのバリア結構通りにくいんで大変です。なるほど。だからさっきのグリア細胞とかに効く薬作ろうとしても、まずそのバリア通らなくて大変だったりします。バリア通すためにはどうしたら？バリア通すためには、まあ、なるべく分子量を避けないといけないんです。ああ、でもちっちゃくちっちゃくして、うん、いやもう隙間に入っていくみたいな。そうです。今なんかやってる研究でどういう研究にハマって、でそれを今後半大とかで研究したいと思ってるんですか？まあ、今やっぱりこの神経幹細胞っていう、うん、まあ、微分化性を持った神経細胞を生むような幹細胞、まあ、研究してる研究室にいて、うん、そこの先生方がまあとてもいい先生たちで、うん、その研究がとても面白いなと今めっちゃ思っています。でそれで、まあ、やっぱりこう未分化性の幹細胞なの でそれが損傷を受けた脳で働いてくれると嬉しいじゃないですか。まあ確かに確かに。脳の神経細胞はこう一度死ぬともう再生しないんですよ、うんうん、脳の神経細胞死んじゃうとどうなっちゃうんですか？頭悪くなるってこと？つまりそこの部位が機能しないんです。そこが例えば記憶の部位だったら記憶障害とかなっちゃうし、うんうん、他の運動とかだったら運動障害とかなっちゃうしってことですね。脳梗塞で麻痺するのはそういうことです。あ、なるほどなるほど。それを再生しない神経細胞をその神経幹細胞を使って再生できたらいいな、うんうん、再生医療って言ってるのは脳だったら回復させる、そこのグリア細胞とかを回復させるってことなんですか？神経幹細胞は本来はこの赤ちゃんの時神経回路作る時にしかいないんですけど、最近の研究で大人にもいるんですよ。あ、へえ、実は、うん、それをまあいい感じに活性化させることができたら怪我をしても機能が回復するんじゃないかということを思っています。どういうきっかけで怪我しちゃうんですか？外傷だったり脳梗塞だったり。脳梗塞は基本的に外傷から？いや、脳梗塞はまあ血栓がこう飛んで詰まっちゃう。ああ、なるほど。血栓はどうしてできるの？やっぱり悪い食生活とかじゃないですか、ね、ああ、なるほどね。だからやっぱり食べ物は大事。そうですね。じゃあその研究がうまくいけば脳梗塞とかもなる可能性が？なる可能性が。おお、すごいね。今もう血栓溶かす療法しかない。ああ、なるほど。死んじゃうと終わりなんですよ。あとも脊髄損傷とか。じゃあ逆にその損傷部位が回復できるんだったら ADHD とかで悩んでる子とかも治る可能性があるってこと？それはまた別？それはまた別ですね。精神疾患的なものは、うん、あれは死んでるわけではなくて。逆にそれやることによって活発とかもできる？いや、それはまた別の話かな、うん、じゃあ基本的には障害とかが治るための研究ってこと で、ね、幹細神経っていうのがあるってことが最近分かって、それの研究をもっとしていきたいっていうことです、うんうん、分かりました。あの概要だけですね。まあでもめちゃめちゃ面白いです、ね。まあ、めちゃめちゃ面白いですよね、うん。出てこないじゃないですか、ニュースとかでは絶対。まあ確かにこの辺の話はなかなか出てこないですよね。遺伝子治療とかですもんね、最近はなんか。うん、そうです。バリアがあるなんて知らなかったですし。うん、なんでバリアあるんですか？やっぱり脳大事なんで、変なもん入らないようにっていう。あ、まあ、そうか。のが一番でかいですね。で、まあ、選択的に通すっていう欲しいものだけ。チャンネル的なやつですね。おー、チャンネル的。ぜひ大阪大っても頑張ってほしいですね、はい。はい、ありがとうございます。頑張ってください。はい。